きチャンネル。さあ、金曜日です。総チェックはい、のお時間でございます。ね、開幕しまして、ね、1週間。だから2カードね、終わりましたけども、佐々木チャンネル、ね、5年目に突入した総チェック。基本的には月曜、金曜で出していきますけども、たまにイレギュラーで仕事の関係上、木曜2試合、金曜1試合出すこともあります。そこら辺は皆さん、臨機応変にね、コメント欄、ありがとうございます。皆さんも1年間、頑張って見ていきましょう。佐々木は1年間、頑張って解説し続けていますから。はい。さあ、ということでね、まずはパリーグから、ソフトバンクロッテ。2日2対0でソフトバンク。そして3日2対4でロッテ。そして4日8対1でソフトバンクということで、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、まあ2日ね、2対0でソフトバンクっていうね、で、ソフトバンク先発大関ね、まあ昨年はね、なかなか2桁いけなくて苦しい展開、まあ今年はね、なんとかしても2桁ね、勝っていきたい。そしてロッテ先発は西野ね、やっぱり西野優勝するためにはね、佐々木朗希、そして種市について西野がどこまで頑張るかっていうところがね、ポイントになってくるところが、ソフトバンク先発大関ね、7回96球、3安打6三振、無四球無失点っていうところで、スライダーフォークで、非常に低めに決まってよかった。そして内外の投げ分け、右バッターにもしっかりね、アウトコースで制球して低めのフォークボールっていうところで打ち取っていくっていうところでは非常にね、精度の高い制球力だったんじゃないのかなっていうね。そして、ロッテ先発西野、6回86球、6安打3三振、4四球2失点ということで、まあ、強力打線ね、ホークス強力打線ということで、まあ、慎重になりすぎて、ボール先行ね、結構あったし、あとまあ4四球っていうところもあったけども、まあ、粘り強くね、2失点っていうところは非常によく頑張ったんじゃないのかなとか、両先発にね、グッと。ね。ということで、まあね、ロッテで言えば、このね、2回、ね、先頭山口がね、レフトにツーベース、ここね、フォークボールが高めに入って、若干大関もね、立ち上がりちょっと変化球高いかなっていうところもあったけども、そこをね、山口が、レフト線ね、ツーベースを打って、でその後ね、愛斗が、3球目ね、ワンボールワンストライクからキャッチャー、ファールフライ、ね。で、その後、茶谷三振、で、中村ライトフライっていうところで、後期行かせず、ここで、何としても1点欲しかったっていうところと、下位打線に行くっていうことを考えたときに、愛とはね、この、結果キャッチャーぐらいになるのはいいけども、ね、もうちょっと右にね、とかっていうね、この、最低でも進塁打っていう、右に打っていこうっていう意識がちょっと欲しかったら、若干、泳ぎ気味の、キャッチャーファールフライだからね。で、その後7回表、外がレフト前、で、ポランコ三振、で、山口ライト前、ワンアウト1、2塁から、相手のサードゴロをね、サード栗原、セカンドに投げて、で、牧原がね、ダブルプレー狙いに行ったところで、若干一塁側にそれるんだよね。で、そこで若干足が浮いて、ね、で、セーフになって、ここ吉井さんリクエスト、ナイスリクエスト。でもこれね、牧原のエラーになるんだけど、これはサードね、栗原のエラーでしょ。それてるからね、正直ね。あそこを足伸ばして取りに行かなきゃいけないっていうのも、ちょっと牧原のエラーで、かわいそうかなっていうね。で、その前にね、牧原の内野安打のやつ、セカンドね。あれこそエラーやろっていうね。ちょっと記録によくわかんなかったね。その、判断基準っていうところがね。で、その後ね、ワンアウト満塁になって、いや、ここは点取っていこうっていうね。で、しかも7回表、それまでにね、ソフトバンクは2回の裏にウォーカーがね、センタータイムリーツーベース。で、5回の裏に柳田がね、センタータイムリーヒットということで、2対0っていうところになったところで、まあ、ここ絶対取らなきゃいけないっていうところで、さらにね、ここプロ野球ニュースで見てたけど、これ大脱走って言って、まあ、角中とか、ね、ピッチャー左だけど角中いけるでしょ、と。で、次の回、荻野代打行ってたからね。そう考えたら、ここ、茶谷代打で俺は良かったんちゃうかと思うけども、まあ、シーズン序盤だからね、茶谷のね、今後、もしくは成長を促すためにね、ここは勝負したっていうことを、まあ、考えられなくもないんで、まあ、いろんな考え方があるから、まあ、まだシーズン序盤というところでね、終盤だったらここは代打かもわかんなかったけども、シーズン序盤ということで、そういうとこもあったかなと思うけども、3球三振だからね。しかもこれまで2三振してたということを考えるとやっぱ大変ちゃうかと。で、その後中村ショートゴロっていうところでね、得点できず。ソフトバンクはね、だからもう下位打線の差っていうね、初戦をね。で、2回ね、ソフトバンク。で、山川フォアボール、近藤レフト前ヒット。で、ここで栗原が463ダブルプレーになって、あ、終わったかなと思ったらね、大川がセンターへのね、タイムリーツーベースっていうね。で、5回にもね、ワンアウトから、周東ライト前ヒット。で、ここで周東がね、盗塁成功して、今宮三振するけども、柳田がね、タイムリーヒットっていうところで、勝負強い。まあ、こういったところがね、ちょっと下位打線の差っていうところになったかな。ピッチャー陣、ロッテも頑張ったけどね。そしてこちらの動画ね、やっぱワンカードを10分に収めたいっていうところで、そしたら6カードあるからね、まあ、大体1時間弱で終わるっていうところで、ね、皆さんもっと詳しい説明聞きたいと思うかもわかんないですけども、佐々木の体力と尺の問題と、ね、ワンカードを10分以内に収めていこうというところでね、さっき解説していきますから、そこら辺ね、ご了承ください。ということで、3日2対4でロッテということで、ロッテね、自滅して、これはもう負けたなと思ったけども、ね、なんとかね、勝ち試合ってね、まあ落とすと思ったけどね、最後踏ん張ってね、でも結局、ずっと言ってた俺、キャンプから。結局、荻野の角中、ね、若手が成長してこない。ね、そこら辺がもう一つっていうところなんだよね。結局、荻野角中なんだよね。で、この日ね、ソフトバンク先発東山、7回86球、4安打4三振、1四球、1失点っていうところで、非常にね、ボール先行する場面もあったけども、まあ、フォアボール1個というところで、比較的ね、ストライク先行で勝負できたっていうところは非常にね、グピチだったと思います。で、あとはね、動くボールにね、頼りすぎず、しっかりストレートをね、投げていったっていうところがね、この好投に結びついたんで、やっぱり方針もね、ストレートっていうところをね、やっぱしっかり投げながら動くボールでね、相手を抑えていくっていうところをね、まあ、今後も必要かなっていうね。で、ロッテ先発メルセデスね、6回92球、3安打7三振、1四球、1失点っていうところで、まあ、1失点したけどね、この、初回にね、今宮にスライダー、先頭打者ホームラン打たれたけども、低めにね、非常に変化球も集めれたし、試合も作ったっていうところでは非常にね、グピチンだったと思います。その中でね、ソフトバンクは先制。で、6回には外のホームランでね、1対1になって、で、9回表にね、ロッテ、オスナが出てきてね、山口がライト前。で、茶谷がね、送りバント。バッと。代打で、まあ代打バント難しいけどね。でもきっちり決めなきゃいけないっていうね。で、ここで代走ね、山口に変わって和田が出てきてるけども、中村レフトフライ。で、田村の時にね、やっとようやく盗塁成功して、だからまあ警戒されてるともね、わかるけど、やっぱりね、和田の能力から考えると、出てきてすぐ早めにね、走ってやってほしいなっていうところはあるけどもね。で、ここ田村フォアボール。オスナはね、ここだよ。この田村のフォアボールが痛かった。ここでしっかり言っとけばね、2アウト1塁だったから、そのままね、1対1っていうところでね、いけたと思うけども、で、そこでね、田村フォアボールになって2アウト1塁、ここ代打角中、さすがオスナキラーつくね、オスナキラー。去年もね、サヨナラホームラン打ったけども、ここでライトへね、勝ち越しタイムリーヒットっていうところでね、2対1。まあ、このままね、終わるかと思いきや、ピッチャー増田ね、9回、ワンアウトからね、シュートレフト前ヒット、で、柳田フォアボール、で、ワンアウト一塁から、ボテボテのね、ピッチャーゴロ、増田がファーストへ悪送球、ね、好投して、ベース離れて、で、満塁になって、近藤ね、三振。これもね、3ボール2ストライクまでは近藤も引きつけてね、絶対三振しないように逆方向っていうね、意識はあったけど、これがね、3ボール2ストライクの魔術なのよ。ね。この3ボール2ストライクになって、絶対ストライク投げてくるのよっていうことでね、ストレートね、振り遅れないようにね、早めに行ったらスライダーで三振っていうね、これが3ボールのね、3-2のね、マジックなんだよ。でもその後栗原、ね、押し出しのフォアボール、ね、で、同点、延長。おいおいおい、これ負けちゃうよっていうところあったけども、12回の表にね、ワンアウトから、愛斗がレフト前ヒット、で、藤岡フォアボール、外三振するけども、荻野が、勝ち越しのタイムリーツーベースっていうところで4対2。結局、角中と荻野でございます。はい、あと、まあ、ここソフトバンクで言うとね、4回、5回、7回と先頭を出すけども、ここで、ね、得点絡めなかったっていうところが痛かったね。4回はね、先頭シュートがレフト前ヒット打つけども、ね、ここ、後続続かず。で、5回もね、先頭近藤フォアボールなるけども、これもね、後続続かず。で、7回もね、先頭柳田がセンター前ヒット打つけども、後続続かずっていうところでね、ここでね、チャンス活かせればっていうところもあるけども、ね、ロッテで、リリーフね、西村、沢村、増田、鈴木、沢田、横山とね、ちょっと増田はやられちゃったけども、踏ん張ったっていうところは非常に大きかったかなと。あと、ここで、一番、って思ったのがね、この9回ね、レフとポランコ守ってたのよ。だからこのね、9回の、シュートのレフト前ヒット、まあ、荻野になってでも取れたかどうかわかんないけどもさ、なんか、あそこで、ね、2対1と逆転して、これで増田が抑えた勝ちなのに、ポランコをずっと守らしとく意味がわかんないんだよね。確かにね、次の回ポランコ回ってくるけども、っていうことは増田がね、まあ今日抹消されちゃってね、吉井さんが増田ずっとキャンプからオープン戦から調子悪かったって言ってたけど、だから調子悪かったから、ひょっとしたら追いつかれるかもと。だからポランコ出してたっていう考えにしか見えないよね。だからあそこはね、やっぱりあのまま、じゃなくて、やっぱレフトポランコの守備固めはちょっと必要だったかなっていうところは、里崎は思います。はい。そういったところがやっぱりね、隙を見せたっていうところもあるんで、まあ勝ったからいいけどもね。で、その後ね、4日の試合、8対1でソフトバンクというところで、ソフトバンク先発、大津ね、6回108球、8安打5三振、無四球1失点っていうところでね、本人はね、ちょっとヒットを打たれすぎたって言ったところだけども、まあ、今年から先発になってね、6イニングしっかり投げたっていうところでは非常にグッピッチャー。帝京大学もいいピッチャー。出てきました。どんどん出てくる。ね。で、まあ、その中でやっぱチェンジアップとかね、やっぱ良かったし、緩急もつけてたし、やっぱフォームはね、山岡に似てるっていう、俺だけですかね。思いっていうところはあるけども、これも初回で試合決まったっていうところでね、まあロッテはね、初回藤岡がね、先制のホームラン打って、よし、勝ち越し行くぞっていうところで、1回裏ね、ワンアウトが今宮ツーベース、柳田フォアボール、山川近藤ね、山川タイムリー、近藤がホームラン。で、ここで終わらずね、栗原、ツーベース、ウォーカーアウトになるけども、海野がね、ライト前タイムリーツーベース、で、牧原フォアボールで打者一巡でシュート、レフト前タイムリーヒットということで、一気に6対1。ね、で、4回には、柳田のね、内野ゴロの間に1点っていうね、のもあるし、で、6回ね、今宮の、また2試合連続のホームランっていうところで、まあ8対1、もう完勝だね。これなかなかね、もうね、解説するとこない。もう初回で決まったっていうね。で、その中で、このね、8回になったというところで、もうね、ホークスは余裕の系統、ね、この、沢柳、そして岩井っていうところのね、ルーキーを投げさせる余裕ができたっていうところは、こういう試合展開になったからね、しかもホームゲームで、プロ初登板、っていうところを投げさせれたっていうところはね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね、こういう試合展開になったからね、余裕を持って投げさせれたから、そういったところではね、新しいピッチャーを使いだし、完勝だったし、勝ち越しね、カードも勝ち越したし、ホークスとしたら完璧な試合展開。で、ロッテとしてはね、まあ、増田が抹消されて、まあ、この後どうなるのかっていうところもあるけども、もうちょっとちゃんとした野球していかないと、シュートが通りした時もね、藤岡と茶谷だったから、両方一緒に入ってるからね、そういうところよって思うんだよね。だからちょっとしたところをね、しっかりやっていくっていうところはあるけども、結果ね、ホークスが2勝1敗で勝ち越しでした。続いては、日本ハム対楽天。2日2対4で楽天、そして3日4対2で、日本ハムということで、1勝1敗の五分っていうね、ところになりましたけども、2日ね、日本ハム先発山崎幸也 FA 移籍して初登板というところで、6回3分の1、100球、6安打3三振、無四球3失点というところで、まあ、キャッチャー伏見ね、まあ、オリックス時代からの同じっていうところでね、まあ、コンビネーション健在だったかなと。まあ、5回表ね、村林チェンジアップ、若干タイミング崩しながらもね、村林がね、まあ、前さばきでね、すくい上げて、まあ、ホームランを打たれて、まあ、結果ね、3失点というところだけども、まあ、試合自体はね、作ったから、まあ、次回登板もね、期待できるんじゃないのかなっていうね、ところで、その後ね、日本ハムは6回裏にね、ワンアウトから松本センター前ヒット、万波フォアボール。で、ワンアウト1、2塁からね、マルティネスが、今季初タイムリーっていうところで、6回にね、ヒットを打って、ね、1点差に縮まったけども、すぐ7回の表にね、辰巳がライトへのタイムリーヒットを打って1点取った。これは大きかったね。でもこれもさ、先頭島内がさ、走塁妨害になるんだけども、これね、山崎幸也はピッチャーゴロね、ちゃんと取ってそのままタッチしたら、走塁妨害にならなかったけども、ジャックルしてボール落としてね、島内と当たっちゃったんで、走塁妨害取られちゃったけど、これミスっちゃミスだからね。で、その後阿部がライト前ヒット打って、辰巳のタイムリーだから、ここもったいなかったよね。まあ、その後、石原送りバンドで村林ね、その後、後続を抑えて1失点で踏ん張ったっていうね、ところもあるけどもね、まあ、9番からは生ためがね、村林で、茂木をフォアボール出したけども、小深田を抑えたっていうところもあるんでね、まあ、頑張ったけどね、だからここ自らだからね、もったいない。でも日本はね、7回裏に、2アウト1塁から真ん中に身がね、タイムリーツーベース打って1点返すけども、まあ、9回に石原のね、プロ初ホームラン、石原、頑張って。打った瞬間、ちょっとライナー気味で飛んでいったね。まあ、ホームランを打って、まあ、4対2っていうところで、楽天先発ね、ポンセ、日本ハムからね、FA 移籍っていうところはあるけども、6回75球、3安打6三振、1デッドボール無失点っていうところで、まあ、すぐツーシーム、カットボール、でカーブ、フォーク。で、ストライク先行でね、勝負できて、球数も少なく非常に良かったかなと。あとやっぱフォアボールがなかったっていうところがね、大きかったと思うんだよね。で、日本ハムはね、ポイントとしては初回、スティーブンソンツーベース、で、松本デッドボールでね、このノーアウト1、2塁、チャンス作るけども、万波三振、で、マルチネス6、4、3ダブルプレーっていうね。で、3回にも、石井伏見がね、連続ヒットで、ノーアウト1、2塁、チャンス作るけども、スティーブンソン、松本、で、万波と3者連続三振っていうね、この1回3回で1点も取れなかったっていうところが一番痛かったよね。ここで1点でも取ってればっていうところがね、あったけども、あと日本ハムもね、7回裏、この松本のね、サードゴロで、浅村がね、ちょっとファンブレーラーしちゃったんだけども、あれまあ前進するしかないからね。で、前出てきて、まあキャッチできずっていうところあるけども、芝の切れ目とね、土と切れ目くらいになったから、エスコンとしては難しかったかなと。しかもこれがね、浅村がホームチームだと言い訳聞かないけども、ね、芝もちょっと勝ったっていうね、去年の話もあったし、まあそこら辺でね、で、サードもね、浅村始めてたし、まあここはちょっと難しかったかなっていうね、まあここからおいおいね、仕上げていきたいけども、まあ日本ハムもね、楽天もちょっとミス絡みで失点したっていうところは痛かったかなっていうね。でもポンセがね、古巣にしっかりね、投げ切って勝ちってなったのは大きいしね、でその中でやっぱり1回3回、日本ハムとしてはポイントだったかなと思います。3日、4対2でね、日本ハムというところで、もうこれはね、日本ハム先発、北山、6回3分の1、107球、2安打13四、1四球1失点というところで、6回3分の1までパーフェクトだからね、いや、本当にね、腕もしっかり振れて、まあ、まっすぐのキレは抜群だし、カーブで、チェンジアップかフォーク、変化球ね、なんか、腕振ってふわって出るから、なんかね、なんかボールが戻ってんちゃうかっていうぐらい、なんか緩急ついてて、まあ、テレビの画面上だけどもね、非常にね、素晴らしいピッチングだったと思います。で楽天先発岸ね、5回80球、9安打2三振、無四球4失点っていうところで、まあ、ランナー出しながらもね、結構粘ったんだけども、ね、初回ね、ワンアウト一塁から、松本が盗塁して、万波がセンタータイムリーヒットで1点取って、で、5回にね、万波のスリーランホームランっていうところで、まあ、万波一人にね、4打点やられちゃったかなっていうところはありますけども、まあ、全体としては初登板、岸ね、まあ、もちろん前世紀よりは力はそれは落ちてきてるけども、ゲームを作るっていう能力はまだまだ健在なんじゃないのかなっていうところはね、あったと思います。で、楽天はね、4打数2安打2打点と、浅村がね、今季初ヒットを打って、ね、20打席ぶりに、で、7回にね、ワンアウト1、2塁から浅村がね、レフト前タイムリーヒット。で、その後このね、ワンアウト1、2塁から北山に代わって川野がね、上がるんだけども、この島内阿部がね、もう1本続かずっていうね、で、9回にもね、ピッチャー田中正義。で、ワンアウトからね、小深田のまだ田中正義が、これちょっとピッチャーミス多いよ。そういうとこだから。で、小郷が三振するけども、ツーアウト一塁から浅村がね、タイムリーツーベースで1点を返して、なおもツーアウト二塁っていうところだけどね、島内がファーストライナーでね、終わったっていうね。まあ楽天時代3安打しか打ってないからね、まあでも終盤だけでもね、かなりね、粘って、もう一歩っていうところだったけどもね、まあここから浅村がね、打ち出してきたら、もっと打線いい形で回るんだね。これは後期かなと。まあ1勝1敗で5分っていう形で置いたのは、まあ楽天的にはね、最低限、良かったんじゃないのかなっていうところもあるし、まあ、日本ハム的にもね、2連敗しなくて、しっかりね、万波がホームランを打って、まあ、今季ホームランをね、狙っていくっていうところでは非常に良かったし、北山のね、非常に素晴らしいピッチングっていうところはね、次戦に向けてもかなりね、期待値が上がるんじゃないでしょうかっていうね、ところで、日本ハム対楽天、結果は1勝1敗の5分。ね、ちょっとミスがあるんでね、そこら辺は次戦に向けて気をつけていきましょう。続いて、西武対オリックス。2日2対1で西武。そして3日3対0で西武。そして4日1対2でオリックスというところで、西武の2勝1敗の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、2日ね、2対1で西武。西武先発平ね、5回3分の2、120球、5安打3三振、5四球無失点っていうところで、かなり球数多くなってね、ちょっと高めに抜けた球もあって、5四球っていうところでね、まあ苦しかったけども、まあその中でね、無失点で抑えたっていうところはさすが平だなっていうね、5回3分の2、120球だから球数もめちゃくちゃ多いからね。で、オリックス先発ね、ロッテから移籍のカスティーヨ。5回3分の2、106球、8安打5三振、2四球2失点っていうところで、まあまっすぐ、スライダー、フォークということで、形は作ってね、非常にいい形でね、抑えれたんじゃないのかなっていうね、まあ5回3分の2、まあ2失点、まあまあ上出来ちゃうかっていうね、これはちょっとね、攻められないっていうね。その中でね、西武、2回裏ね、中村拓也、内野安打。そして、佐藤がね、レフト前ヒット。で、西川が、ピッチャーの内野安打っていうところで、ノーアウト満塁。ね。で、そこで古賀のね、セカンドゴロの間に1点上げて、現在の犠牲フライで2点っていうところで、最低限のね、得点をしてやっていて。で、まあ、ノーアウト満塁はね、平均 2.3 点入るというところで、ここをしっかりね、タイムリーは打ってないけども、2点取れたっていうところはね、大きかったんじゃないでしょうかっていうね。で、オリックスがね、7回表にね、ノーアウト1塁から西川がね、レフトにタイムリーヒット。で、ここからね、ノーアウト1塁、ここから頓宮、森瀬DeNAとね、一本出なかったっていうところがね、痛かったかなと。ここでね、一気にね、行きたかったっていうところはあるけども、まあ、オリックス的にはね、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回と、7回まで、得点圏にランナーを進めて、チャンスをね、作るけども、ね、1本出ず、オリックスはね、初回、2アウト2塁で森がね、ピッチャーフライ。2回も、2アウト1、2塁で若月がね、三振。で、3回、2アウト1、2塁で、セデーニョがライトフライ、3アウト。で、4回、2アウト2塁、若月ショートゴロ。で、5回、先頭ね、福田周平出るけども、西川ダブルプレー。で、トンコフォアボールでチャンス続くかと思いきや、森がね、ショートゴロ。6回、先頭セデーノが出るけども、胸紅林続けず、西野がフォアボールで粘るけども、代打杉本のね、時になんと2アウト1塁からピッチャー水上に代わって、セカンド牽制、パッタン牽制。これよくある。キャッチャーパッタンして、ね、ピッチャーもうセカンド見られちゃった。で、キャッチャー見てて、で、キャッチャーがセカンド入るのを見て、パタンってね、下げたら牽制するっていうね、これキャンプでめっちゃ練習するんだよ。それをね、この大事な時にね、一発で仕留めた。ね、セーブバッテリー、内野陣、連携、ギュッて、セデーノ、バーッと。こういうとこよ。ね、で、アウトになって、チャンスいかせず。で、7回もね、この1点取ってから、ノーアウト1塁から、トングー、森、セデーノがね、1本出ずっていうところで、チャンス作ったけどね、きつかった。で、セーブはね、まあ、そのね、ピッチャーがね、踏ん張ったっていうところもあるけども、セーブもね、チャンスなかなか活かせない中ね、まあ、2対1で勝ったっていうところも大きかったし、まあ、新勝っていうね、ところかなと、この牽制のね、アウトは非常にね、大きかったんじゃないでしょうか。だからセーブもね、平だなと、水上、本田、甲斐のアブレイユっていうところがね、なんとかランナー出すもね、踏ん張ったっていうね、ところもあるし、やっぱアブレイユがね、9回いるっていうところはね、非常に、投手、リレーっていうところでは編成ね、いい形でできるんじゃないのかなと思います。そして続いてね、3日3対0で西武というところで、西武はね、先発ルーキー、竹内。7回85球、1安打7三振、2四球無失点というところで、まあ、ストレートがね、だいたい150キロ前後ぐらいかなと。その中でまっすぐツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップっていうところで、まあ、対左にもね、しっかりインコースのストレート、ツーシームとかを使っていけたっていうところも良かったし、左に対してもね、チェンジアップを使って緩急をつけるっていうところではね、非常に配球的にも良かったと思います。で、右バッターのインコースはね、非常に角度もあって、で、チェンジアップ、カーブで緩急をつけてっていうね、非常にゆったりとしたホームの中でね、力強い球を投げて緩急もあるっていうところでは、非常にね、ルーキーとしては素晴らしいね、オープニングゲームになったんじゃないでしょうか。ただね、右バッター結構ね、西武ファンの皆さんも見たと思いますけども、右バッターね、インコースになったやつが抜け気味になって外行ってね、でもそれを空振りでね、三振取ってたからいいやないかっていうね、意見もあると思いますけども、これまだ疲れてなくて、勢いある間はあれをね、空振りしてくれるけども、これがね、シーズン1年間戦っていく中でね、ルーキーっていうところで、まあどこまでね、体力がね、最後まで持つかもしれないし、途中ね、苦しくなるかもわかんないけども、やっぱ疲れてきた時にね、ああいうまだフレッシュの時はあれを空振りしてくれるけど、疲れてくると、ああいうね、逆球になったやつを仕留められて一発長打っていうのが出てくるから、ね、あれを抑えたからよしとしないで、ああいったところもしっかりね、修正していくように、次回登板にはね、また頑張ってもらいたいというね。で、オリックス先発山下俊平だね、5回99球、2安打5三振、7四球、1デッドボール2失点っていうところで、まあ、打たれてないだけに、8四球は痛かったね、正直ね。そんな出すかっていうね、一番今までで悪かったんちゃうかっていうね。で、西武はね、初回、2アウトからね、外崎フォアボール。で、ここで外崎盗塁。元気だね、外崎。こう、盗塁大きかった。で、アギラがね、ライトへの先制タイムリーヒットっていうところで、1点先制して。で、6回にもね、アギラ、栗山、佐藤とね、3者連続フォアボールだからね、しかも6球、4球、5球だからそんなに粘れてなくね、簡単にフォアボール出して、で、ノーアウト満塁から西川のところでね、まあ、ショートゴロの間に1点取るっていうね。で、その後、住谷6、4、3、ダブルプレーみたいな。まあ、踏ん張るんだけどね。で、8回裏に、また、ピッチャーはね、高島ね、ピッチャー。先頭アギラね、センター前、栗山デッドボール。で、ここでね、佐々木が送りバントをして、で、西川三振。で、住谷がね、2アウト2、3塁から、さっきチャンスでダブルプレー打ってるからね、まあ必死よ、住谷もね。で、ショートゴロ深い位置から全力疾走で、内野安打、3点目。大きかった。ぐっそう塁。ね。っていうところで、まあ、西武としてはね、先制中押しダメ押しとね、3点、まあ、少ないね、チャンスの中でしっかりものにしたっていうところはね、大きかったし、あとね、これプレーで言うとね、このね、2回の裏ね、ワンアウト2、3塁から、金子のね、バントがボテボテキャッチャー前になっちゃって、あれだからセーフティースクイズ気味だったのかな。で、この2回裏ね、この森のね、スーパープレイっていうところが、ワンアウト1、2、3塁からね、金子が打ったやつがね、キャッチャー前になっちゃって、これワンアウトだからね、これキャッチャーね、普通取っちゃうと、三塁ランナーちょっと飛び出してから、すぐ三塁ね、やっぱ投げちゃうのよ。それをちゃんと金子にタッチしてからセカンド投げて、ダブルプレーにしたっていうのは、非常にね、素晴らしい判断と素晴らしいプレーでした。まあ、強いて言ったら金子も打った瞬間もっと走らなきゃっていうね、タッチされないようにっていうね、ところはあるけども、ここはね、キャッチャーの森、非常にね、素晴らしい、プレーでした。はい。そして、4日の試合、1対2でね、オリックスっていうところで、負けなし、東がね、まだ負けなしっていうね、7回95球、3安打3三振、無四球1失点っていうところで、広いインタビューでもね、言ってたけども、非常にスーカーブっていうコンビネーションがね、良かったなと。で、西武先発ね、某高橋、5回3分の1、87球、3安打2三振、2四球2失点っていうところで、昨年ね、見た時から、いい球投げていいピッチャーだなっていうところはあるけども、やっぱりね、制球っていうところが課題かなとね、で、取りに行ったところを打たれるっていうところで、そこら辺がどうなのかなっていうところで言うとね、この今日の試合ね、5回3分の1で、2四球だからね、非常に制球もまとまってたし、変化球の緩急もついてたからね、このゲームを作れたっていうところでは負けたけどもね、非常に良かったんじゃないでしょうか。で、オリックスはね、3回表、先頭足立がフォアボール。で、ここでね、ここがパスボール、バーッと。で、送りバントを決めて、ワンアウト三塁から犠牲フライで、行って。で、6回にもね、先頭西野がね、ツーベース。で、西川が三振して、セデーノがね、サードライナーでアウトになるけども、森がね、ツーアウトからライトへタイムリーヒットっていうところで、今日はね、最後しっかり仕留めるよっていう中でね、4安打っていうところでチームとしてね、なかなかチャンスは作れなかったけども、そのチャンスの時に犠牲フライタイムリーってね、しっかり取れたのは大きかったし、で、その中でね、東が素晴らしいピッチング。で、7回裏にね、外崎がレフトへね、ホームランを打つけども、2対1っていうところで、その後、マチャと平野とね、なんとかランナーを出しながらっていうところもあるけどもね。で、逆にね、この西武はね、8回裏、このワンアウト1、3塁で、源田の643ダブルプレー。これ、痛かったね。正直ね、先頭ね、沢達が内野安打で出て、で、西川がね、送りバント失敗、ファールアウトになってね。で、ここでもう一回ここからね、バントを見かけてバスターエンドランで1、3塁になって、これ最低でも同点っていうところでね、このダブルプレーっていうところは、痛かったし、9回もね、2アウトからその先センター前、で、アギラがフォアボールで、2アウト1、2塁、チャンス作るけども、中村がサードゴロっていうね、中では、終盤チャンス作ったけどね、西武としても勝つチャンスはあったけども、なんとかね、町田と平野がね、抑え切ったっていうところで、オリックスはね、一勝ね、報いたっていうところでは、最低限ね、最後良かったんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で西武の勝ち越しでした。続いてセリーグ。広島対ヤクルト。2日2対1で広島。で、3日がね、雨天中止。で、4日が6対3で、広島の2連勝っていうね、形になりましたけども、このね、2日の試合、2対1で、広島というところで、広島先発とこだね、7回115球、4安打9三振、1四球無失点というところで、いや、今のね、カープ投手陣の先発だったら、一番やっぱりね、昨年もそうだったけども、信頼度高い、一番信頼あるんじゃないのかなっていうね、ところで言うと、安定的なね、ピッチングに、見えました。で、ヤクルト先発、小沢ね、6回91球、2安打3三振、2四球無失点というところで、ストレートも伸びあるし、ちょっとホップ気味のようにね、見えて、で、その中からね、フォークチェンジアップ系、低めのね、この、こうっていうね、工程っていうところでは、非常にね、素晴らしいね、ピッチング、だったと思います。で、この試合はね、本当にね、これ野球って難しいなっていうところがね、見えたところ。そこをね、ちょっとピックアップして、解説、したいんだけども、ね、ヤクルトのね、三塁コーチャー。森岡コーチだったかな、三塁コーチャー。その中でね、3回表、ワンアウト一塁からバッター西川、センター前ヒットを打って、二塁ランナー北村が、本塁でね、センター野間の好返球でタッチアウトになってね、で、いろんな人の意見がね、ここはワンアウトだったから回さなくてもよかったんちゃうか、みたいなね。でも、送球がそれたらね、セーフだったから、でもこれギャンブルで生かすべきなんか、っていうね、ところもあるけども、でもそれたらセーフだったしな、っていうところがあるんだけども、同じような状況で、ね、8回表ね、ワンアウト一塁から、一塁ランナーはね、代走の岩田。で、ここでね、塩見が左中間へスリーベース打つんだけども、ここでね、一塁ランナー岩田がね、三塁を大きく回ったところでストップをかけて、ね。で、本塁帰ってこなかったんだけども、あれがね、本塁もし帰ってきてたら、塩見はね、そのまま三塁まで来れたはずなんだよね。タイミング的に。俺は見てたんだけどね。で、そしたら、その後ね、西川がセンターへ犠牲フライ打って、で、そこ止まりでね、1点、入らなかったんだけども、ね、これがもし岩田が本塁に帰ってきてて、塩見がサードだったら、犠牲フライ打って、この時点で2対1で逆転してたっていうところもあるんだけども、ここね、で、だからって言ってね、三塁コーチャーをね、攻めるのはどうかと思うけど、これ難しいんだよね。だからこのね、3回表がね、いや、あれは OKOK と、ね、アウトになったけどそれたらセーフなんやから、ね、回して OK だったって言うんだったら、この8回も俺は回さなきゃいけなかったと思うし、三塁表が、いや、あれはダメだよ。それたら、セーフだけど、それだけアウトは、あの状況だったら、その後オスナだし、ダメだよって言うんだったら、8回も、この回らせなかったことを、オッケーオッケーって言わなきゃいけないから、ダブルスタンダードになっちゃいけないんでね。タイミング的には、両方引きのカメラで見たけど、タイミング的にはどっちも同じ感じ。それたらセーフ。それだけアウトっていう感じだったから、だから一概にバットとも言えないけど、なんか、難しいけども、このやっぱ8回は、この3回のことがあるから、やっぱ躊躇して、最後まで、でも最後まで引っ張ったからね、俺やるべきやったと思うし、こと思うけども、回しきれなかったんだろうね。ここが難しいよね。で、広島的にはね、7回裏に、ワンアウトからね、小園がフォアボール、堂林が、三振するけども、小園が盗塁成功。で、2アウト2塁からピッチャーね、嘉山に代わって、タイムリーヒットというところで、で、ここなのよ。ポイントはここね。7回2アウト2塁から秋山がね、嘉山からレフト前ヒット。で、ここで2アウトだからね、それは回る。で、その時にレフトサンタナのね、送球がね、若干三塁側にそれるんだよ。三塁側にそれて、中村悠平うまかったよ。取ってタッチに行くんだけども、ね、小園が若干避けながらね、ちょっとスライディング、ね、形はそんな綺麗じゃなかったけど、で、かいくぐって、ね、タッチしきれず、セーフってなって、1点入るんだけど、ここなのよ、全く同じ状況。だから、じゃあどうかっていうと、しっかり野間がね、送球それないで、ホームに送球してアウト。逆にサンタナは、それたことによってセーフっていうね、こういったところ、ちょっとの差がね、試合に、影響したかなっていうね、まあ、子供のね、かいくくりながらね、スライディングは良かったと、思います、ね。で、7回に1点取ってんで、8回ね、先ほども言ったように、西川の犠牲フライで1点っていうね、まあ、その後、オスナ村上連続フォアボールで2アウト満塁になるけども、サンタナがね、ショートゴロっていうね。で、8回裏に1対1からね、先頭田村がライト前ヒット。で、菊池が送りバントを決めて、代打松山がアウトになるけども、野間がね、タイムリースリーベースっていうことで、勝ち越しっていうね。まあ、終盤ね、大逆転が起きるっていうね。序盤は本当投手戦でね、いい形のピッチングだったけどもね、そういうね、ちょっとしたさ、でコーチャーの難しさっていうね、2アウトだったら回せるけど、1アウトどうなんやっていうところでね、難しさはね、ぜひ皆さんにも分かってもらいたいっていうところでね、解説しました。で、3日はね、雨天中止。で、4日ね、テレビで見てましたよ。試合、ずっと。で、その中でね、広島先発、高橋奎二。いや、良かったよね。7回110球、5安打6三振、無四球、1デッドボール2失点っていうところで、3ボール0だからね、ストライク先行で、ストライク率も多分めちゃくちゃ高かったと思う。で、その中で、ね、3ボール0。で、特に変化球のね、精度がめちゃくちゃ高くて、コントロールも良かったし、ストライクも取れたしね、その中でストレートもね、切れ合っていけてたっていうところで、これでね、甘めでも打たれないっていうところがね、分かったはず。おととしのいい感覚が、ね、勝ち星つかなかったけども、投球自体はね、非常にね、グッピッチ、素晴らしかったと思うんでね、次の登板も期待してます。ね。で、広島先発、大瀬良ね、5回3分の1、101球、5安打4三振、2四球、1デッドボール3失点っていうところで、まあ3失点はしたけども、右バッターへのアウトコースのカットスライダー、左バッターへのアウトコース、ね、アウトコースの制球精度っていうのはね、非常に高くて、まあ、丁寧に投げてたなっていうところはあるけども、この6回ね、塩見にデッドボールを当てて、西川が送りバント。で、オスナ村上に連続フォアボール。3四球で満塁だからね。その後、ワンアウト満塁から、2ストライク追い込んで、真ん中低めの甘め投げて、サンタナがレフトでタイムリーヒット。せっかく、ここまでちゃんと投げてきたのに甘くなる。しかも2ストライクからだからね。これはね、パーッとキャッチャーからしたら、いや、ちゃんと投げようよっていうね。で、その後ね、ワンアウト満塁から中村のね、ショートゴロ、小園がファンブルっていうところで、あれもね、ゲッツー焦ったんだろうね。どうやらな、タイミング、セカンドはアウトになってるけども、ファーストはどうかな、ギリかなっていうところだったからね、慌てないで1個ね、欲しかったよね。で、その後ね、長岡の時にピッチャーね、大瀬良から堀江に代わって、センターへのタイムリーヒットっていうね。で、その後ね、竹岡、ここでもう1点ね、取ってればっていうところはあったし、高橋奎二が良かったからね、この6回はそのままね、打ちに生かしてショートゴロになったけども、まあ、一気に3点取ったっていうのはね、めちゃくちゃ大きかったよね。だから俺、これでね、高橋奎二のピッチング見てて、これもうヤクルト勝ったなって正直思った。正直、見てて。で、その後ね、7回の裏に、ワンアウトからね、堂林ヒット。で、上本の打球ね、長岡が後出エラー。これ痛かったよね。ね。で、その後中村翔成アウトになるけども、2アウトに3塁から相澤がね、ちょっとコンパクトにね、ライトオーバーのね、2点タイムリーツーベースっていうね、で1点差になって、おいおい、これちょっと分からへんぞっていう中でね、8回裏、ピッチャーね、清水に代わって、野間がツーベース、で、菊池小園がね、アウトになるけども、この小園の時もね、ファーストオセラがね、前出てきて、ホーム投げて、タッチアウトってギリギリね、リクエストになったけども、アウトになって、いや、これやっぱり流れヤクルトやなって思ったら正直、このアウトで。でそしたら堂林フォアボール。この清水はね、この堂林のフォアボール痛かったよ。これ全てだと思う。で、ツーアウト一塁から上本がね、ここも、だから、相澤上本の右方向意識ね、無理に引っ張りかからないでしっかり入れて、右方向意識がね、結んだよね。で、ここでライト前ヒット。で、代打松山、ここでピッチャー茅山に代わって、ね、外のサイド引っ掛けてライト前ヒット。ね。で、矢野がまたライトへのタイムリーヒットっていうところで、このもう矢野の時にね、セカンドランナー、初期が三塁盗塁してんだけど、もう茅山打たれた。前の日も秋山に打たれた。今回も、松山に打たれたっていうところで、もう呆然、意識なく矢野に走られてるから、そこはベテランなんだから、もうちょっと周り見ていこう。いっぱいいっぱいなりすぎてる。そういったところが打たれる要素でもあるから、もっと試合力っていうね。で、一気に4点で逆転で6対3っていうね。ここでしっかり勝って、で、その後ね、大瀬良から、堀江、コルニエル、中崎、栗林とね、また、松山、中崎という、ベテランコンビがね、今年も頑張るんかっていうね、ところもあるけども、完全ヤクルト勝ったと思ったけどもね、終盤のね、この逆転劇、やっぱフォアボール1個っていうところがね、また試合にかなり影響したかなっていうね、まあ、広島としてはね、鹿児島のおばあちゃんもね、松山喜んでると思うよ。ナイスヒット。2勝、広島の勝ち越しでした。さあ、続いて、阪神対 DeNA。2日3対5で DeNA。3日5対2で阪神。そして4日2対3で DeNA というところで DeNA の2勝1敗で勝ち越し。2カード連続 DeNA を勝ち越しっていうね。阪神は2カード連続負け越しっていうね。まあでも3連敗してない限りね、まあまあまだまだっていうね、ところはありますけども、DeNA ね、2日3対5でね、勝ちっていうところで、先発ジャクソン、6回87球、4安打5三振、3四球1失点というところで、まあ、初回ね、失点するけども、ね、まっすぐカット、ナックルカーブ、チェンジアップというところで、制球ね、フォーム、安定感、抜群というところでね、やっぱこれオープン戦見た感じとね、同じように非常にね、まっすぐも155キロぐらい出たのかな、素晴らしかったと思います。で、攻撃はね、初回に一気に4点取ったっていうのも大きかったけども、阪神先発、村上ね、3回65球、7安打2三振、1四球、5失点っていうところで、いや、見た中で一番悪かったんちゃうかっていうね。あと、やっぱりちょっとまっすぐ来てないのかな。なんか今までだったらファールとか空振りしてたやつがね、結構いい当たりで当てられてたっていうところでね、ちょっと切れなかったのかなっていうところはあるけども、初回ね、先頭渡れフォアボール、オースティセンターフライになるけども、佐野がね、ライト前ヒット。で、牧野ね、この一三塁からのサードゴロね、この佐藤がね、ファンブレーラー、これ痛かったよね。これ下手したらダブルプレーで終わってたからね。まあ、もしくは最悪ホーム塁だけ投げて、ね、0点の可能性もあったから、このエラー痛かったね、正直ね。で、その後宮崎がライト前続いて、関のアウトになるけども、山本がね、ストレートアウトコースね、センターへのタイムリースリーベースっていうところで、山本、松尾も頑張ってるし、ちょっと DeNA が保守大国になるかもしれないね。ここまで苦しいんだけど、我慢してね、いい形の選手がね、育ってきたと思います。で、4点取って、でね、1回裏に、先頭近本がね、スリーベース。で、中野がね、タイムリーヒットを打って1点返してっていうね、ここでね、もう1点返すかなっていうところで、この試合の最大のね、キーポイントは、この1回裏、ノーアウト、1塁からの中野の盗塁を山本が刺すっていう、これがね、俺この試合のキーポイントだったんちゃうかなって思うんだよね。これで盗塁成功してたら、ひょっとしたら4対2とかね、なってた可能性もあるだけに、ジャクソンがね、初先発、日本でのバタバタ、ひょっとしたらしかれなかったところをこれさせてね、で、森下三振、大山ね、ファーストライナーっていうところで、で、これはもうね、2日の試合の MVP は山本だね。完全にね、ここが本当にキーポイントだったと思います。ね。で、DeNA はね、この3回表の、これ1点大きかったね。このね、牧関ね、山本がね、ヒットでワンアウト満塁から、石上のね、ファーストゴロを大山がホーム投げてね、フィルター消失になるんだけども、牧のスライディングがね、一歩早くてね、セーフになったんだけども、この牧のね、満塁ながらしっかりしたスタートを切れたっていうところもね、グッと。この1点はね、めちゃくちゃ大きかったと思う。ね。だからそういったところでもね、このミスっていうところはね、この3回の大山のミスじゃないけどね、この初回のね、佐藤のミスとかっていうのも響いてきたし、7回ね、木浪が、ピッチャー伊勢に変わってね、ホームラン。で、8回に、森下のね、内野ゴロの間に1点取って、まあ5対3と縮め寄るけどもね、やっぱり初回の4点が大きかったかなっていうね、ところです。続いて3日5対2で阪神というところで、ね、阪神先発伊藤将司ね、7回72球、5安打2三振、無四球2失点というところで、めちゃくちゃ球数も少なかったし、まあね、初回2回とも失点したけども、非常にね、粘り強くピッチングできたかなと。で、初回オースティンのホームラン。で、2回にね、2アウト2塁から石上のね、レフトへのタイムリーヒットっていうところで、まあ2点を取られたけどもね、その後しっかり粘り強く投げれたっていうところは、やっぱめちゃくちゃ大きかったのかな。最初ね、2失点した時、おやおやってちょっと思ったけどね、そこは良かったと思います。ね、で、阪神はね、その後4回ぐらいにね、ワンアウト2、3塁から大山のね、タイムリーヒット。ね。で、ここでもう1点欲しかったよね。佐藤ノイジがね、連続三振で1点取れなくて、最低ここでもね、同点に追いつきたいところで、いや、ちょっと流れ悪いなと、怪しいぞと、浜口もいいぞとなったところでね、6回来るんだけども、まあ、浜口はね、5回3分の1、95球、5安打7三振、1四球3失点と、フォアボールも1個だし、安定してたし、チェンジアップも効いてたし、非常に良かったんだけどもね、この6回ね、先頭近本のフォアボール。このね、これ痛かったな。これ唯一のフォアボールなんだけどね。で、中野が送りバントを決めて、ワンアウト二塁から、ここね、チェンジアップ4球連チャンいったんだよね。で、最後をすくい上げられてね、打った瞬間の逆転ツーラン。ちょっと続けすぎたか。さすがに。慣れちゃったかな、まっすぐ。結果論だからね、別にリードとか配球を攻められないけど、結果からの読み解くところで言うと、やっぱ続けすぎたか。4球はね。で、これ逆転して、で、8回裏にね、近本がホームラン。で、佐藤輝はね、ライトでタイムリーヒットというところで、さっきは打てなかったけどね、今回打ちますよっていうね。で、5対2で勝利っていうね、ところで、まあ、あとはね、ちょっとどうなのかなと思ったのが、このね、8回表、ね、3対2と1点差を争ってる中でね、関根がライト前ヒット、山本送りバントを決めて、ワンアウト2塁のところでね、関根がね、盗塁、ピッチャーね、ゲラの逆ターンに引っかかっちゃってね、アウトになるけども、この2回もね、関根が2回の時も伊藤のね、一塁牽制に引っかかって飛び出してんだよね。でもそのままセカンドに走ってね、このスライディングがうまくてね、セーフになったっていうところあるけども、結果論だけじゃなくて2回飛び出してるからね。しかも1点差っていうところを言うと、まあね、これダメやっていうと積極性が失われるからね、なんか一概ダメやっていうのを言い切れないけども、まあ、ピッチャーがゲラっていうところで、その逆ターンがあるとか、牽制ないとかっていうデータはあったのかな、準備はどうだったのかなっていうところだけが気になる。これ準備もあってなってやったんだったら、まあそれは積極的にね、そんなのダメやって言ったら走れなくなるからね、一概には言えないけど、何の無策でも勢いと感性だけで行くには、ちょっと状況が状況だけにどうなんだろうなっていうところはね、あるけどもね、今めちゃくちゃ打ってるからね、3試合連続猛打賞でめちゃくちゃ打ってるからね、こういったところも野生の感性だけでいかなくて、もうちょっと考えてね、いってもいいかなのかなと。でもその野生の感性がね、いい方に働く時もあるからね、なかなか一概にね、ダメやっていうのは言えないけど、まあ、1試合で2回飛び出してるからね、まあ、そこら辺はね、ちょっと反省して、しっかりいこうっていうね、ところはあります。で、その中でね、守備で言うと、阪神はね、5回ね、2対1で負けてる状況の時に、ワンアウト1塁からね、石上の打球をね、643ダブルプレーというところでダイビングしてね、あれ抜けてたらね、またひょっとしたらもう1点とかあったかもわかんないからね、あのプレーも非常に、大きかったかなっていうね、若干関根のね、飛び出しの時はタッチがね、浮いちゃってね、足入られてセーフになったけどね、そういったところはね、非常にあのプレーもね、ダイビングして643ダブルプレーっていうのは、大きかったと思うし、伊藤もね、序盤の2失点だけで、粘ったっていうところも良かったしね、まあだからそこだね。この関根もね、ここ1点差だけになんかもったいなかったよね。結果ね。まあでも阪神がね、しっかり粘って、打てたっていうところではね、大きかったと思います。まあでも浜口もね、いい形のピッチングがついたから、次回登板もね、期待していいんじゃないのかなと思います。続いて4日の試合、3対2で DeNA っていうところでね、DeNA 先発中川ね、オリックスからっていうところでね、4回3分の1、68球、4安打1三振、2四球、1デッドボール、2失点っていうところで、まあ、ちょっと厳しい言い方になるけども、まあ、俺はずっとアンダースローを受けてたからね、まあ、アンダースローを多分、ね、最近2000年以降で言うと俺が一番受けてないか。牧田も結構投げてたからね、ちょっと言い過ぎました。はい、ところあるけども、若干ね、アバウトすぎる、コントロールが。ただ下から投げてるだけっていうところになるから、なんか打たれるも打たれないも相手次第になっちゃうから、そういったところではもうちょっと制球よくね、投げたいかなっていうところは、ちょっと見てて、ちょっと苦しいなっていう感じはあります。で、阪神先発、西勇輝ね、5回3分の1、79球、8安打2三振、1球、1デッドボール3失点。どうなんやろな、俺の見方なのか、若干緩さをね、感じるんだよね、この投球の投げてる球の。ちょっとなんか、キレがないのかな、ちょっと緩さをね、ちょっと俺は感じてしまったんだけども、ね。で、その中でね、阪神は4回裏にね、ワンアウト1、3塁から梅野がね、タイムリーを打って、で、木浪のね、内野ゴロの間に2点をね、先制っていうところで、非常にこれはね、大きかった。前日の流れを組んでね、あと梅野もね、ここでしっかり打ってね、坂本に負けないようにアピールしていこうっていうね、ところではね、非常にいい形。でも、6回表にね、牧がツーベース、ね、宮崎がヒット、で、関根がね、ライトにタイムリーツーベース、で、松尾がデッドボール、これ痛かったよね。で、大和をアウトにするけどもね、代打楠本がセンターへの逆転タイムリーっていうね、ここ西から桐敷に変えるんだけどね、さすが楠本。ね、代打の切り札。これで一気に逆転して、まあそのままね、6回裏は伊勢がね、3人で抑えて、で、7回裏にはね、ウェンデルケンが出てきて、ランナー2人出すけども、中野をね、4、6、3ダブルプレーね。で、8回、森原が出てきてね、ここも、2アウト1、2塁、ピンチを招くけども、代打ね、糸原をセカンドゴロ。で、9回ね、山崎康明出てきて、ここはね、3人でしっかり抑えて、逃げ切るっていうね、形では、まあね、中は4回3分の1で終わるけども、そこから上茶谷、伊勢、ウェンデルゲン、森原、山崎のね、非常に粘り強くね、投げ切ったっていうところもあるし、攻撃的なね、ワンチャンスを生かしたっていうね、ところではね、非常に逃げ切りがち。だから阪神もね、それ以降もチャンスあったけど、ちょっとリリーフにね、やられちゃったかなっていうね、ところはあります。ね。だから2回の裏の、このワンアウト1塁、梅野木浪ね、こう1点取れず、まあ4回のところはね、取ったけども、まあそこをやり返したっていうところはあるけどもね、まあここ、あと中野のね、初回の 4-6-3 ダブルプレーっていうところもね、まあ結果から読み取っていくとね、ランナーも出てきたけどね、ちょっとそれがね、続かないっていうところが、ちょっとタイガースもうちょっと波に乗れていってないところかなと。逆に DeNA はね、ランナー結構11本ヒット打ってね、ランナー出すけども、もう1本出ずっていうね、だから DeNA も序盤ね、めっちゃランナー出すけども、4回表もね、宮崎関根ヒット打つけども、松尾、石上、そして中上ね、中川、連続でアウトになって1点取れずっていうところで、DeNA もね、チャンス作ったけど取れずできてね、一気にっていうところで、まあ両チームともね、なかなかチャンス作って1本出ると一気にいけないところをね、1イニングだけで2点と3点、まあ集中打でね、DeNA が勝ったっていうね、ちょっとね、僅差の試合だったけども、こういったところをね、勝てるか負けるから、シーズン終盤の頃のね、一勝の重みっていうところがね、出てくるからね、その中で DeNA がね、2勝1敗で勝ち越しって言ったところではね、好カード、好ゲームだったんじゃないでしょうか。次で、中日対巨人。2日4対3で中日サヨナラ勝ち。3日5対2で中日。そして4日0対2で巨人っていうところで、中日の2勝1敗の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、2日の試合ね、4対3ドラゴンズサヨナラ勝ち。巨人はね、完全な勝ち試合。ね。そこの中でもう自滅感がね、ちょっとあったかなっていう中ではね、巨人はね、先発。山崎より7回99球、7安打2三振、2四球3失点。いや、良かったけどね、非常に。で、中日ね、先発小笠原、7回113球、8安打4三振、無四球3失点。こちらもね、いい形のピッチングしたんだけどもね、まあ、その中ね、巨人4回表ね、岡本センター前、坂本レフト前、で、大城がね、送りバント失敗。ここきっちり決めなきゃいけなかったよ。ね。で、丸がレフト前ヒットに続いて、ワンアウト満塁から吉川の犠牲フライ。で、山崎よりがね、レフトにタイムリーヒット。いや、打つね。やっぱ柳か山崎かみたいなね。で、萩尾がね、センターのタイムリーツーベースで一気に3点。いや、これでもう俺は勝ったかなって思った。山崎よりの出来もかなりめちゃくちゃ良かったからね。その中でね、こっからちょっとしたことで負けていくのよ。ね、中日は6回裏ね、三好がスリーベース。田中幹也がね、サードゴロで帰ってこれずワンアウト。で、高橋周平のね、これピッチャーゴロ、内野安打になるんだけども、これね、まあね、取るのはもう難しいけども、取りに行って、弾いて、門脇に逆突かれて、センター抜けていくんだけど、取れないんだったら取るなっていうね。もう本当言いたい。で、そしたら、後ろにね、門脇いたから、だからそういったところもね、見極めなきゃいけないんだよね。それね、これ4日の試合ね、菅野がね、そうやったんだよね。セカンドゴロのね、グラブ引いたんだよ。パッて。で、セカンド後ろにいるからね。で、処理できたっていうところもあるから、こういったところがね、経験だね。やっぱりね。俺今日の試合見て、うわ、菅野すごいと思ったんだよね。あれ何回だったかな、調べるの忘れちゃった。途中あったの、セカンドゴロ。グラブ引いたのが。取れるんだけど、グラブ引いて後ろにいるから。だからそういったところ、山崎分かってれば、これね、1点入んなかったと思うんだよね。で、ここで1点取られちゃって、で、7回ね、裏にも、ドラゴンズね、上林ショート内野安打。ここ、門脇ね、まあ、球早かったけど、球際ね。で、ここ、ライト、で、次、代打大島ね、ライト前ヒットなんだけども、ここも、と吉川ね、球際ね、球際。これね、まあ、球際、難しいよ。難しいけどね、その球際の、この、できるかどうかは初回直結するからね。で、ノーアウト1、3塁から村松がね、センターへの犠牲フライ。ここでね、一塁ランナー、ダイソーのね、小田、ね、牽制に誘い出されるも盗塁成功っていう、ここね、吉川が中途半端なとこ入るのよ。で、そこ投げてね、吉川とランナー、小田がね、入れ替わっちゃうっていうところで、あれもさ、一人しかいないんだからさ、なんか変な中途半端なとこ入らないで、もう片脇に任せて何回もやりながらも絶対アウトにするって言ってれば、1点入んなかったのに、その後ね、2アウト1、3塁から田中幹也のタイムリーヒットっていうところで、ね、同点になっちゃうんだよ。全部ちょっとしたミス、球際の違いなのよ。まあ、そこをね、ドラゴンズはね、昨年やっぱりチャンス作りながら、1点取れないことがね、打線がって言われてきたところで、こういったところでね、しっかりチャンスを作りながら、最後ね、田中幹也がヒットを打つっていうところでものにするっていうね、こういうのも大事だからね、これはドラゴンズはね、今年は昨年の違いかなと。で、11回裏にね、ここまで1本もヒットを打たってなかった細川がね、今季初ヒットがサヨナラホームランというところで、ピッチャー中川のね、外空をフルスイング。だから、打ってなかったらさ、ちょっと当てに行こうとするんだよね、やっぱ早くね。特に開幕1本目のヒットって欲しいからね、それをね、小さくまとまらないでね、しっかり最後まで振り切ったっていうところは、バッティングコーチの和田さんの教えか後押しかわからないけども、非常にね、良かったと思う。それがね、サヨナラヒットになったからね。で、ジャイアンツはね、あと10回の、ね、ワンアウト1塁から佐々木のね、送りバント失敗。11回のね、坂本センター前からの大城三振して、ね、丸セカンドゴロ、吉川三振というところで、先頭を出すけども、っていうね、一本ですって言ったところはね、ちょっとね、っていうところはあるよね。そこら辺がね、勝てたけどね、っていうところもね、なかなか厳しかったところかなっていうね。逆にドラゴンズはね、いいサヨナラ勝ちだったと思います。で、4日、2対0でジャイアンツ。これはね、逆にジャイアンツがね、相手にもらったチャンスを生かす。逆にドラゴンズは生かせないっていうところがね、真逆になった試合だったかなと。で、ジャイアンツはね、先発菅野、7回90球、4安打3三振、1四球無失点というところで、キャッチャーね、小林誠司とのコンビが復活してね、しっかり7回を0点で抑えるというところで、まあ、フォーム的にもね、体重めっちゃない、しっかり乗ってたと思う。前に晴れてたような感じするんだよね。そこでもしっかり体重乗せて、全身のね、力を使って、いいピッチングっていうところが良かったし、で、中川もね、しっかりここでもう一回使って、ね、打たれてるけども使って、しっかりノーヒットでね、抑え切る。で、大勢が最初ね、最後3者連続三振で、2対0でね、完封勝利というところでは、ジャイアンツとしてはね、2連敗できた中で、カードね、3連敗しない。ここでね、しかも完璧な勝ち方で勝ち切ったっていうところは非常に大きな勝利だったと思います。で、ドラゴンズ先発、梅津ね、6回101球、7安打6三振、1球、1デッドボールにして、こっちも梅津もめっちゃ良かった。非常にね。でも、ただ一つだけ、ね、この3回表、先頭ピッチャーの菅野にフォアボール。これが全てだったよ。ね。で、その後、萩尾がヒット。だからね、何気にこのね、試合のね、一番のポイントはこのね、萩尾のヒットだと思う。ここでちゃんとヒットを打てたことが良かった。で、ノーアウト一塁で門脇が送りバントを決めて、丸の内野ゴロの間に行って、そしてね、岡本が、前日はショートゴロだったけども、ね、1本ヒットを打って、ツーベースでね、2点目を取るっていうところがね、非常に大きかったかなと。ね。で、その後はね、まあ、ランナー出すっていうところもあるけども、なかなかね、もう1本出ずっていうところでは、生かしきれずね、ドラゴンズのね、リリーフ陣、ね、梅野、松山、祖父江っていうところに抑えきられるね。まあ、ジャイアンツがね、中川しっかり抑えたっていうところもあるけども、松山もね、しっかりこの日はね、2、3振取って前打たれたけどもね、修正してきてるっていうところでは、試合には負けたけども、この投球内容としてはね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、ドラゴンズはね、攻撃、このね、4回、ワンアウト1塁でなかなかダブルプレー。で、5回、ね、上林が出て、木下がね、ダブルプレー。で6回、村松が内野安打で出て、で代打大島のセカンドライナーをね戻りきれるダブルプレー、バーッと村松これはバーッと。戻んなきゃセカンドライダーなのにっていうね、3イニング連続ダブルプレー、これは痛かったね。まあ菅野が踏ん張ったっていうところもあるけども、まあ、ここはねこの試合はちょっと生かしきれずっていうね、ところで、まあ、これはね菅野にとって大きな一勝だったし、ジャイアンツのねまた明日以降にとっても菅野の好投はねチームにかなりいい影響を与えるんじゃないのかなとね。といったところでは、まあ、象徴的なねドラゴンズがチャンスメイクして取った試合もあれば、ね、ドラゴンズはダブルプレーばっかりになって、逆にジャイアンツはね菅野のフォアボールっていうと生かした。この試合のポイントはやっぱり菅野も素晴らしかったけど、萩尾のヒットでついたところ、あれが本当にね勝ちに向けてのキーポイントだったと思います。結果2勝1敗でドラゴンズの勝ち越しでした。さあ終わったということで、申し送り事項いきましょう。5日の試合はね日本ハム西武、楽天ソフトバンク、ロッテオリックスっていうねところがパリーグです。日本ハムの皆さん、西武はね外崎気をつけていこう。しかも走ってくるからね、そういったところもランナー出ても気をつけよう。あとアギラコルデのねここら辺に打たれたらね厄介になるからね。あと下位打線西川、古賀、源田、この789もねかなり元気だから、そこら辺ねしっかり気をつけて、打たない西武じゃないよ。ちょっと今年出だし打ってくるからね気をつけていきましょう、はい。西武の皆さん、日本ハムはね1番からまあ打順どうなるか分かんないけど、水野、松本、万波、これ気をつけていこう。万波ホームラン出だしたし、ここ厄介になるよ。ここうまく回したらね。あとキャッチャータミヤ、これ結構いいね、何気に下位打線ね今年ブレーキしそうな選手だけども気抜いちゃダメだよね。誰やと思ったら打つからね、そこ気をつけていきましょう、はい。楽天対ソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、楽天浅村がね初ヒット打って起きちゃったからね、これ気をつけていこう。そろそろホームラン出るかもわかんないからね、浅村に気をつけようね。楽天の皆さん、ソフトバンクね周東、今宮、この1、2番気をつけよう。これね、塁出したらややこしくなる。しかも今宮がね、ホームラン2発打って長打も出てきてるからね。で、シュート足あるでしょ。これ1、2番、特に気をつけよう。そしたらね、その後ポンポンポンっていかれる可能性あるからね。ロッテ対オリックス。オリックスの皆さん、ロッテ、もう大変で、思い切っていこう。荻野と角中、このベテラン2人、おっちゃん2人ね、気をつけていこう。あとはもうどんどんいける。ロッテの皆さん、オリックスね、そんな打線元気じゃない。あなたのチームの状況よく似てる。思い切ってフォアボール出したら危ないよ。攻めていこう。巨人対 DeNA。巨人の皆さん、やっぱ DeNA はね、まあ、このね阪神戦渡来あんまり打ってないけども、調子に乗り出すとねやっぱ怖さあるからね、渡来気をつけていこう。あと関根が3試合連続猛打賞、めちゃくちゃ打ってるからね。あとどんどん走ってくるからね、そこら辺調子乗せないようにこのね左コンビ抑えていこう。DeNA の皆さん、ジャイアンツね、やっぱりね、キーは岡本やと思う。これ岡本がね、打つか打たないかで結構変わってくるから、岡本ね、こう気をつけていこう。あと、萩尾がね、流れに乗ってていいからね、東だから多分明日試合出ると思うから、ここね、気をつけていこう。ヤクルト対阪神。ヤクルトの皆さん、タイガースね、結局やっぱりね、近本中野やと思う。ここを出さなかったらうまく回らへんから、あと里照がね、ちょっと打ち出すかもしんないからね、里照ちょっと気をつけていこう。阪神の皆さん、ヤクルトね、これはもうね、一緒の構成、ヤクルトと阪神と、1番塩見、これ気をつけよう。長打もあるしね、ランナー出すと厄介だよ。ね、そういったところでは塩見をしっかりね、あとね、ちょっとリリーフバタついてるから、ね、終盤諦めないで攻めていこう。はい、広島対中日。中日の皆さん、カーブね、やっぱ足使ってくるからね、そこら辺途中からでもどんどん走ってくるから、ね、途中から出てくる選手も気をつけながらっていうね、ところでやっていこう。あとは野間ね、野間、いい感じで来てるから、野間にはね、気をつけて。あと打順がね、ちょっとコロコロ変わるから、その辺でね、どの打順が来るかっていうところを気にしながら、全員野球で来るからね、気をつけて。カーブの皆さん、ドラゴンズ、今年は2アウトからでも点取ってくるから、2アウトになっても下位打線でも油断せずにねしっかりやっていきましょう。あと細川がもう元気になって起きちゃってるから、ね、一発気をつけてください。はい、ということで申し送り事項終わりです。ということで金土日週末のプロ野球も楽しんでいきましょう。それでは総チェックおしまいです。ありがとうございました。